01劇団、くるちゃん、Rさんと、姫ちゃんズを、信用しない、理由、の、ま。姫ちゃんズ、Rさん、姫ちゃんズ、Rさん、忘れない、私は、忘れない、決して忘れない。おんぶに抱っこはいけねえよ。家がないから言えないだろ。そうだよ、ゼロワンはしっかりしてるよ。ありがとう、元気さん、インポさん。だってさ、今日の配信でね、ゼロワンの配信に私がカップラーメン2つ食べたってコメントしたんだけど、お前食うの遅いからまだ全部食べてないだろ、はい論破って言われて、本当にマジでた、あの食べてる途中だったんだよね。なんか本当ゼロワンの方が多分分かってる。2つ食べたの。そう、福明さんありがとう。バレてた。なんでわかるんだろうね。なんか私が喧嘩して時も、私がどういう気持ちかっていうのを、私が口下手であんま伝えられないんだけど全部ゼロワンが来るはこう思ってるんでしょとか全部言ってくれるんだよ。お疲れ様です。カットセさん、クニさん、福明さんありがとう。女の扱いうまいからなんかね、怒ってても本当になんかゼロワンに対して怒っててもなんかね笑っちゃうんだよね、ゼロワンの行動とか発言に。あー、ここ犬入っちゃダメなんだ。じゃあぐるっと回っていこうか。モテるのかもね。だって姫ちゃんズさんもなんかすごい応援してたし。姫ちゃんズさんってさ、ゼロワンとキャスバーにいた時にさ、リカピーとくっつけようとしてたんだよ、私とゼロワンが付き合ってること知りながら。もうどの配信者もさ怖いよね。 R さんもさ、私とゼロワンが別れた途端にさ、 R さんからさ、住むところがないなら私の家においでよって言ってたんで、コメントで誘ってたの。なのにさ、 R さんも私と仲良くしよう、なんか私のこともくれるのは嬉しいけど怖すぎるよ。姫ちゃんさんも R さんも、まゆさんありがとう。
見ざる、考えが読めないよね。好きあらば、最初から優しくしてくる人は要注意。確かに01最初から優しくなかったよね。改便、最初印象良くて悪くなるより悪くて良くなる方がまだ信頼できる。確かに特命さん、ありがとう、ありがとうございます。外好きなんだね。うん、目見えてないけどちゃんと歩けるよね。家に帰ってきてるよ、鍵ないって。え、家の前にいるの？待ってるの？なんでさ、こういうタイミングで帰ってくんの？ピンポン連打すんなよ。迷惑なんだけど。ちょっと待って、あと10分ぐらいで家に着くよ。嗅覚で歩いてんの？鍵がないってイライラしてる。そういう芸なんでしょ。面白いよね。そういう芸に付き合わされるリスナーたち。たまちゃんの真似、ありがとう。読んだか分からんけど、やばくない？え、ちなみに0万何位なんですか？はあ、あと10分だって。じゃあ、あと5分。ワンコが、オイナが歩くの遅いからね。てか、鍵をさ持って歩かない方が悪いだろ。大人なんだからさ、
ねえ、お家の鍵を持って出るぐらいできるでしょ。できないのがゼロワン。てかゼロワンもさ CM 動画撮ってないんだよ。二人で撮らなきゃ。前回のイベントの提出期限が今日まで。鍵あったんかーい。もう最初から分かってたんじゃないの。あったんかーい。ルルンさんありがとう。いつものゲー、ゼロワンらしい。